こんにちは、ともちん。メッセージ今日もありがとうございます。いやー、なんかブログ素敵ですね。ブログは確かにもう衰退していってるメディアなんですけども、ただね、衰退してるからチャンスがないってわけではないんですよ。ただ伸び盛りの時よりも結構ね、こうやって下り盛りの時って普段よりもエネルギーがいるんですよね。だからこそ参入する人が少ないと、参入する人が少ないから衰退とも言えるんですけども、まあそういう時にね、新しい波を作り出す人がたまにあられるのも事実なんですよ。ただやっぱり私がね、捉えるところ、私自身もトップアフィリエイターでやってましたけども、そうですね、3年半ぐらいやってましたけども、もう先がないなと思ったのは、記事の量産もなかなかできないですし、私がいくらね、素晴らしい SEO を開発しても、素晴らしい上位検索を作ってもね、やっぱりこう Google がそれをコピーして無人のサイトをね、量産してるんですよね。もうそうなると、もういいノウハウを作れば作るほど Google が勝つみたいな感じで、結局ね、ものすごく労働が長くなるなと思ったんですよね。まあ、それでも私の見つけられなかったチャンスがもしかしたらあるかもしれませんので、そういうのをこうね、探しにともちんがね、挑戦していただくといいんじゃないかなと思います。今回は AFB の審査のためのブログを作るということだったんですけども、ぜひ送っていただければと思います。で、次はね、 YouTube なんですよね。 YouTube で麻雀ですね。私も麻雀で結構好きなんで気が合いそうですね。で、麻雀好きなんですけど、なかなかできないんで、最近はね、寝る前に半チャン1回だけネット麻雀をスマホでやってるんですよ。で、こちらの方で、どんどん、ね、ポイントを貯めていったりとか、なんかこういう風な グローブなんかこう宝石みたいなの貯めていくんですよね。まあそれがどこに行くのか分かりませんけども、私はね、半チャンごとの麻雀が楽しいなってぐらいの気持ちでやってるんですけども、確かに YouTube とかで麻雀の女の子がね、女の子のプレイヤーがアバターで麻雀をやってるところっていうのはあるんではないかなと思います。で、中身がどんな人であろうとも、今アバターっていうのははっきり言って、中身とは関係ないもう一人の自分ですからね。とっても可愛い美少女がやってたとしても、私みたいなね、中年の親父がそれを操作してるのかもしれません。まあそれもね、なかなか面白いと思うんですよ。実際にどんな人がやってるのかなっていうのはね、興味津々と言いますか。で、私はね、やっぱりね、私がアバターをやるとしたら宇宙人とかかな、宇宙人とか歴史上の人物で聖徳太子でやるみたいな感じがやってみたいなと思いますしね。あとなんか漫画に出てくるね、北斗の拳のケンシロウみたいなのがやるみたいなのがいいかなと思いますね。アバターってのは本当になんか楽しいですよね。で、上手にアバターとそれからキャラクターを使いこなすと、そこにもう一つの人格を作ることができますよね。要するに声優さんとか タレントさんとか俳優をやってるようなもんで、やっぱそういう俳優に対しておひねりが集まるっていうのも、やっぱ一つの素晴らしい YouTube の活用法だと思うんですよ。私もまだまだね、 YouTube 未開発のところがありますので、無限の可能性を秘めてるこの YouTube に今はまあね、一点突破しようかなと思います。ともちんも頑張ってくださいね。ぜひ YouTube 見せてください。それではまたお会いしましょう。